さて、いても立ってもいられなかったんですよ。で、どうしよっかということで、ルミのことが気がかりで電話してみることにした。笹山のことが心配で見舞いに行くことにした。笹山の妻のことが気になって連絡してみることにした。まあ警察署に戻る前に、いわゆる恋人、彼女のお父さんと静雄さんと会って話をして、刑事ならこんなことしてる場合じゃないぞ、こんなとこで油を売ってる場合ではない、お前は何をするべきなんだっていうことで、まあ事件を追うことにしたわけですけども、事件をっていうか、まあとりあえず警察署に戻ってきたわけですが、まあ一番ルミが気になる笹山、さっきね、笹山さんが刺されてるから、笹山さんのことを心配するんじゃない？見舞いに行きましょうよ。カノは笹山のことが心配で見舞いに行くことにした。病院に向かうのかな？あ！渋谷署を出てすぐの歩道橋に女の子がいた。はなちゃんだ。遠山はなちゃん。なんだか泣きそうな顔をしている。放っておくことができずに、加納は声をかけた。誰か待ってるの？女の子は唇を噛みしめたまま何も言わない。おまわりさんに用事？おまわりさん、明治時代には交番が設置されておらず、警察署などから制服警官、警察官が巡察のために地域を歩いて回ったことからこう呼ばれるようになったという説がある。ああ、なるほどね。そうか。それでおまわりさんなんだ。いくら問いかけても、やっぱり何も答えない。どこから来たのかな？誰か女性署員に頼んだ方がいいかと考え始めていると、女の子がためらいがちに口を開いた。ヘブン出版。あれ、これバッドエンドじゃね？詳しく場所を聞いてみると、ちょうど渋谷中央病院に行く道の途中で、ここからそう遠くない距離だった。じゃあそこまで一緒に行こうか。僕もそっちの方に行く用があるんだ。女の子は少し迷っていたが、結局可能についてきた。あー、もしかしてここで合流する？ヘブン出版のあるビルの前について女の子と別れた。あー、別にか。女の子はなぜか入るのをためらっていたが、やがてビルの中に消えていった。ん？カノンが歩き出そうとすると、電話がかかってきた。驚いて心臓が止まりそうになった。着信画面には、立野の名前が表示されて。カノンは通話ボタンを押した。立野さん。立野さんですね。聞きたいことは山ほどあった。今まで一体何をしていたのか。どうしてタリコを逃がしてしまったのか。何から聞こうかと考えている隙に、立野から切り出してきた。大沢マリを保護した。え？驚きのあまり思わず声が大きくなった。立野さん、早く彼女を連れてきてください。彼女は今すぐ大沢瞳を連れてこい。加納の言葉を遮るように立野が言った。大沢瞳を？
そうだ。瞳が米国大使館の男に保護されたことは無線で聞いた。しばらく無線連絡を聞いていなかったが、その間にジャックが瞳を保護していたようだ。しかし、盾の糸が見えない。待ってください。どうしてですか？なぜ大沢瞳を連れて行く必要があるんですか？盾野からは返事がない。盾野さん、答えてください。お願いします。場所は、南平台のサウスヒルという雑居ビル。そこの屋上で待ってる。質問には答えず、一方的に喋ってきた。連れてこなければマリオス、もうちょっと、連れてこなければマリオス、聞き迫る声を残して電話が切れた。カノの手から携帯が力なく滑り落ちた。続くんや。キープアウトとかじゃねえんだ。カノーは一人で南平台のサウスヒルにやってきた。サウスヒル。立地場所が南平台でいいんだろうな。であることから、ほぼ直訳的にこの名が付けられた。正式名称はサウスヒルビルだが、ヒルビルのあたりが少し言いにくいので、サウスヒルで通っている。サウスビルと間違って言う人も多い。瞳を連れてくることも、クゼに報告することもしなかった。まずは盾野に会い、真意を聞きたかった。エレベーターで8階まで上がると、そこから屋上までは階段になっていた。一歩ずつ。階段を上りながら、盾野が瞳を狙う理由を考えていた。少なくともスクランブル交差点に張り込む前は、盾野に不審な様子は見られなかった。あの時の盾野は、加納の尊敬する刑事のままだった。それがどうして？わからない。どうしても理由がわからなかった。長い階段を上りきり、とうとう屋上へと出た。生暖かい風が頬を叩く。辺りを見渡したが、盾野の姿は見当たらない。もう中途半端に推測するのはやめた。疑問は盾野に直接ぶつけよう。そうすれば、すべてが明らかになる。そう心に決めると、加納は大声で叫んだ。盾野さん、どこですか？返事がないので、屋上を歩きながら、何度も叫んだ。可能です。着きました。大沢瞳はどうした？慌てて声のする方を振り返った。おお。本当に捕まっとるやないか。貯水タンクの影から、盾野が姿を現した。
がっちりつながったね。杖の男はやっぱり立野でした。傍らには目隠しをした女性が拘束されている。なぜ連れてこない。あまりのショックに加納は目を背けたくなった。立野さん、どうして。その人本当にマリアさんなんですか。ジャンプ場所か。まあまだ飛べないですよね。加納の言葉に答えるように立野は目隠しを外した。目隠しを解かれるとマリアはゆっくりと目を開いた。すると目の前で何かを見つけたように慌てた顔をした。ああ、マリアは声を上げて一点を指さした。あ？カノーが驚いて振り返ると、向かいのビルの屋上に今にも飛び降りようとしている男がいた。これもしかして、あ、やっぱり。なんでこんな時に、と思うが、放っておくわけにもいかない。ただ、立野が何の感情も浮かばない目で、ちらりと向かいのビルを確認しただけだったのが悲しかった。立野さん、すぐに戻りますから。話の続きは後で。カノンはそう告げるなり向かいのビルへと急いだ。屋上にたどり着くと、男はまだ地上を見つめていた。まあ、ミノリカが何があったかって言われる、まあ、前回の話の終わりがそうだったからね。ハイマルだ。声をかけても何の反応も示さないので、カノーは駆け寄ろうとしていた足を止めた。男までは数メートルの距離がある。いつでも飛びかかれるように、精神を集中させた。謝っちゃいけない。お前が飛び降りても、喜ぶ人は誰もいない。男は押し黙ったまま、ただ空を見つめている。ただ空を見つめているが、話は聞いているはずだ。カノーは注意深く声をかけ続けた。俺の同僚は、バカがつくほどの愛妻家でな。奥さんの自慢話ばかりする。男はこちらを振り返ることもない。この彼が今日刺された。今も病院で死の淵をさまよっている。幸せなのに無理やり命を奪われそうになることだってあるんだ。必死に説得を試みているが、男には何の変化もない。まるで耳に入っていないかのようだ。自分から命を捨ててしまうなんて、もったいないと思わないか。ハノーは男の返事を待った。男はおもむろに、フェンスから体を離した。待て、やめるんだ。男はためらいもなく空中に足を踏み出した。まずい。カノーは急いで駆け寄り、なんとか男の手を掴んだ。力いっぱい引き寄せると、男はカノーの顔を呆然と眺めた。なんだこの状況。命を粗末にしちゃいけない。本来なら男は死ぬ気をなくすまで説得をするべきなのだろう。だが今は時間がない。この瞬間にも、マリアの身が心配だった。カノンは手錠を取り出すと、男とフェンスとを繋いだ。あ？後で必ず戻るから、それまで、命を繋いでくれ。カノンは急いでサウスヒルに戻った。あれこれ、大丈夫か？あ、ですよね。ビルの屋上には誰もいなくなっていた。慌てて携帯電話で立野に電話するが、電源を切っているのか通じない。くっ
どこに行ったんですか、立野さん。立野からちゃんと話を聞きたかった。一体何が真実なのか、すべてはっきりさせたい。このままでは疑問が膨らむだけだ。いても立ってもいられずに、加納はビルを飛び出した。しかし辺りを闇雲に探し回ったところで、パテノとマリアの姿を見つけることはできなかった。その後も警察が手を尽くしたが、二人の行方を知ることはできなかった。あの日以来、加納は空虚な気持ちを抱えたまま、刑事という仕事を淡々とこなしている。俺、あれだなぁ。緑川もバットだなぁ。サウスヒルの向かいのビルの屋上に飛び降り自殺を図る男、緑川の姿を目撃したカノン。追っておくわけにもいかず、慌てて緑川を説得しに行くが、そのおかげで立野とマリアを見失ってしまう。緑川がビルの屋上に姿を現さなければ、カノーも余計なことをせずに済んだに違いない。マリアとタテノを見失う。まあ、なんか分かりやすくバッドエンドだったな。素直に進むわけないんですよね。ってことは、ミノリカーもマリアも多分バッドエンドなんで。まあ、うちの方針上なんで。アチ君を進めていきましょう。まあ、多分あの感じ、緑川の選択肢を変えることが、変えることで変わると思うんだ。その前にアチ君。大通りの方から、救急車とパトカーのサイレンが聞こえてくる。公園のベンチに座り込んだ瞳に、アチはミネラルウォーターを割って渡した。痛いとことかないか。静かに声をかけた。ペットボトルに口をつけると、瞳は小さくうなずいた。ありがとう。やっと落ち着きました。ようやく顔に正気が戻ってきた。あのさ、ワゴンのことなんだけど。いませんでした。悲壮感のこもった声だった。フロントガラスから車の中を見たら、後部座席に男の人が一人倒れてるだけでした。アチの顔の曇りが拭われ。なちゃん、いなかったってこと？顔までは見えなかったんですけど、背広姿の人だけでした。アチは気が抜けて全身が脱力した。よかった。それが心配ださ。しかし疑問に思うのは、ワゴンの中にいた人物のことだ。姉のマリアでないとしたら、誰だったのだろう。我々は誰だか分かってますけど。でも、手がかり、うなっちゃいました。瞳がうなだれながらつぶやく。とりあえずまた監視カメラを使うか。うろうろ歩いて姉ちゃんを探すよりか効率的だぜ。ですね。お願いします。ん？待てよ。上にアチはひらめいた。こっからなら俺んちの方が近いな。親父に頼んで家から監視カメラを使わせてもらうか。そんなこともできるんですか？うちにもあのシステムあんだよ。親父に頼めば使えっから。
二人は立ち上がって遠藤電気店に向かうことにした。アチは父親に連絡をしておこうと歩きながら携帯の電源を入れた。電源を切って時間が経っていたので、先に留守番電話をチェックする。すると一件だけメッセージが残っていた。誰だろうと思いつつ再生してみた。遠藤あちさんの携帯でしょうか。遠藤あちさんの携帯でしょうか。渋谷中央病院の佐伯です。佐伯誠一、心臓外科医で鈴音の主治医。心臓の、左心室を3分の1切り取った上で形を整えるバチスタ手術の第一人者。あちの表情が一変した。鈴音で何かがあったか。携帯に耳を押し付ける。鈴音さんの容態が急変しました。ご自宅にもお電話したんですが、急に目の前が真っ暗になった感じがした。お兄さんだけでも至急お越しください。それでは。アチさん、瞳が心配して声をかける。悪い、一本だけ電話を。震える指で家に電話をかけた。呼び出し音が数回鳴ると留守番電話に切り替わった。どうやら父親は家にいないようだ。ったく、そうやし何やってんだよ。どうかしたんですか。アチの顔色を見て瞳も異変を察したらしい。鈴音の具合が悪いみたいなんだ。だったら今すぐ病院に行かないと。瞳は自分のことのように慌てた。今まだ行けねえ。アチは静かに首を横に振った。まだ瞳の姉ちゃんを助けてね。その一言に瞳は真剣に怒った。何言ってるんですか。アチの腕を掴んで激しく揺らした。今は妹さんのことを心配してください。ダメなんだよ、鈴音との約束なんだ。困ってる人の力に最後までなってやるって約束したんだ。絞り出すような声だった。そいつを破っちまったら。鈴音は助からなくなっちまう。それでも瞳が食い下がろうとした時だった。待てこれ。急に急だな。待てこれ。ドスの効いた大声が周囲に響いた。驚いて声のする方を見ると、ビルの陰から高校生ぐらいの少年が飛び出してきた。その少年の後を数人の男たちが追いかけている。追いかけている方にはよく知っている顔があった。どうやら KOK のメンバーのようだ。少年は男たちに大通りに出る寸前で捕まってしまった。おい、この新エリー。追いかけられていた少年はどうやら KOK、もうどうやら KOK のメンバーらしい。話せよ。おお、話してやるよ。払うもんさえ払えばな。男は少年の胸ぐらをつかむと、ビルの壁に思い切り押し付けた。聞いてねえよ。思わず少年は顔を歪める。
聞いてねえだ。メンバーでいるには月々の会費が必要だって言ったら、KOK を名乗れるんだから当然だよな。やりとりを見ているうちにアチは頭に血が昇った。新しく KOK に入った少年から会費と称してカツアゲしている連中がいるなんて。カツアゲ、恐喝行為のことを歴とした犯罪である。金ですよ俺といった直接的なカツアゲも嫌だが、遠回しなカツアゲもまた後味が悪い。街でリーゼント8人に囲まれて、申し訳ないんですが金貸していただけませんかと極めて優しくカツアゲされた本人が言うのだから間違いない。これ筆者がマジでやられたんや。自分が KOK に関わっていた時には考えられない行為だった。おい、そいつ話してやれ。アチは怒鳴りながら男たちに向かっていった。振り返った男たちの顔が一瞬で青くなる。アチ、話してやれ。きつく睨まれて男は少年から手を離した。お前らいつもこんなことしてんのか。アチが聞いても男たちは答えない。不満げな顔をして下を向いている。おい、いつからだ。今度は少年の方にも聞いたが、さすがにこの状況では本当のことは言えないだろう。お前、言っていいよ。アチが言うと、少年は逃げるようにその場を去っていった。会費を取るなんてこと、スムが承知してんのかよ。少年の姿が見えなくなると、残った男たちを問い詰めた。てか、知る権利ねえし、抜けた奴に。一人の男がボソリとつぶやいた。だと？カチンと来て詰め寄ると、男は小馬鹿にした笑みを浮かべた。もう昔の KOK じゃねえってことっすよ。昔の KOK じゃない。アチはさっき会った目つきの悪い男のことを思い出した。あいつ、桐生って言ったっけ。確かに自分のいた頃の KOK なら、あんな奴にでかい顔はさせなかったはずだ。あれ、伝説の初代ヘッドさんじゃねえか。突然背後から声が聞こえた。お、避ける間もなく頭を固い何かで横殴りにされた。ガキ一匹あるつもりや、とんだ大物が釣れたな。やべえこの顔。目の前がチカチカと点滅した。体勢を整える前に今度は膝を打たれた。それからは一方的に殴られ蹴られた。アチが完全に動かなくなっても暴行は止まらなかった。鼓膜が破れて聞こえづらくなった耳に瞳の悲鳴が届いた。瞳、逃げてくれ。そう祈ってアチは意識を失った。人知れずやな。こっちはなんでバッドエンドにつながったかわからん。桐生の吸収。突然現れた桐生に角材でめった打ちにされたアチ。実は桐生、アチに会う直前にある人物に出会っている。その人物が桐生に何を言うかによって桐生の行動が変化する。桐生が道玄坂のアチたちがいる場所へ来るか来ないかはその人物の一言にかかっている。
ああ、加納さんじゃないのは確定なんだよな。